ブラジオドーナツここからの時間は東京東京フェスティバルクリエイティブファイル2020年に向けたさまざまな文化プログラムの中からラジオリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などをご紹介していいきますはい、今週は江戸東京建物園。 こちらで今日そして明日開催される子どもの日イベントに注目しますスタジオには江戸東京建物園の安倍幸寛さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします,ますさあ皆さん江戸東京建物園 ね行かれたことありますでしょうかね。はい。まずはじゃあその建物園の話から、はいはい、させていただきましょうか。はい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 、えっと江戸東京建物園なんですけれども、えっ、ー、と両国の江戸東京博物館の分館としてえっ、ー、とオープンしてます。東京はあの小金井市の、うんえー、小金井公園の中にあるえっ、ー、と建物を一区復元しているえっ、ー、と野外博物館にりま野外博物館広いんですよね。はい、そうですね。うん、えっと敷地で全部で7ヘクタール。 7ヘクタールはどれぐらいわからないからないあんまりピンとこないかもしれないですけどとにかく広いですでいろんな歴史的な建物を一区つまりそこに持ってきたわけですそうですねすごいですよね実際にですから東京で使われていた建物ということですね全部で今30棟あるんですけれども木造の建物がやっぱ多いですので一度現地で壊してで持ってきて組み立てら ってことがでできるんですねなるほど普段はその入場料を払って見ることができるうで、ねはい、そうですねはい、はい、具体的に言うとなんかこう歴史的建物って言いますけど、はい、例えばどういうものがあるんですか、ね、そうですね歴史的な建物で言いますとやはりあの教科書でもおなじみの高橋晃清の辞典があったりですとかまあそういったものですとか、まあ、あと建築家の前川国夫という人の辞典があったり、うん、まあ,あとはあの

え古いところではかやぶき民家ですね。うんうん、まあいわゆる農家みたいな建物ですとか、はい、あとはまああの昔ながらの商店があったりとねえさまざまな建物があります。ね、す山田さん写真とかでは見たことあります。はい、拝見しました。うん、これ実際全部中も入れるんですか？あ、あのそうですね。うん、あの部分的にあの例えばお店屋さんだと店先だけというふうになっちゃいますけれども、あの農家ですとかはもう奥まで入っていただくことは全然できます。ええ、もう本当にまさにタイムスリップですよね。そうです。 ですね、はいねあの「千と千尋の神隠し」の絵の参考になったりしたという、はい、えそうですねはいあの特に園内の武井山聖堂という文房具屋さんがあるんですけれどもそちらはあの入って左手に引き出しがいっぱいあって釜路、うん、の,地の,あのボイラー室の,の,あのイメージのヒントになったという<ー>建物ですね、はい、俺ですらら見てるから <laughs> 千と千尋の神隠しはわかるもん <laughs>、ね。そうですよね。うん、さあそんな、えー、場所で、はい、今日明日。 子供の日イベントが開催されるということなんですが、はい、これはどんんななイベントなんでしょうかそうです、ね、5月5日、子どもの日ですので、うんまあ、お子さんたちをメインにしたイベントということなんですけれども建物への,あのロケーションを生かしまして、えー、特にあの東ゾーンにはその木造の商店建築が一般並んでいるおみえ屋さんが並んでいる一角がありまして、はい、でそこであのお使いの真似事をしてもらおうとお<ー>、えー、いうことをやっています。 実はここにですね、はい、えといわゆるあのお札。はい <laughs> そこだけで使えるお札があったりとかこっちのシールは何ですか各建物で扱っている商品のシールになるんですけれどもこれは醤油だそうですね小寺醤油店というお醤油屋さんがありますのでそちらへ行くと買い物ゴとお使いのメモを持ってですねお金も先ほどご紹介いただいた建物円ってまさに円の字が一円二円になるわけですけれどもそれを使ってメモに書いてあるもの 集めてもらでお金を渡す代わりに商品としてそのお店でシールをもらうそれを全部集めてまた戻ってきてもらうと景品を上げますよっていうそんなゲームゲームになってる今はね子供たちは基本的にはスーパーで買い物をするのが当たり前ですからねそうですね一つ一つ一つお店を回っていろいろなものを買っていくっていうまあね今でも元気な商店街ありますけどさすがにだいぶ減りましたね。 昔の買い物の様子を体験していただくのと、結構ちっちゃいお子さん参加することが多いですで、まあ。初めてのお使いじゃないですけども、あね、まあ、そんなことも。<ー>はい、狙いながらという感じです、ね。はい、はい、あと、あれですね、私が気になるのは。米ごま大会がありますね。えー、え、え。米ごまやってる。 子供って、い、い、い、ね、<laughs> もう、あのお子さんは、本当にも、これを目指してくるお子さんもいるぐらいですし。ああすもちろん、あの大人も、熱くなる、え、<laughs> あの、非常に盛り上がるイベントですね。やっぱ、ここに名人に挑戦って書いてあります。え、名人はいらっしゃるんです、ねえー。あ、そうですね。はい、あの、そういうイベント、をいろんなところでやってる、方々が集まってですね。うんうん、まあ、あの、トーナメント戦をやったりですとか、まあ、あと、あの、一対一で勝負したりと。 いうような感じで、<ー>あの、いっぱい遊んでもらってます。ええー、米語もやったこと。ないですか。ないかもしれない。ないないそうね、はい、山マハの世代で特に女の子だとないかもね。うねもうね。うん、うん。え、他にも、こう、ワークショップなんかもあるんです。よねそうですね。はい、建物園ですので、その建物をモチーフにしたペーパークラフトを作ってもらったりですとか。はい、まあ、あと、やっぱり、あの、子供の日ですので、えー、新聞紙でカットを作ってもらったり。えー、あとは、まあ、あの、風車を作ってもらったりということで、えー、まざまな マナーイベントをご用意してますので、まあ、ぜひ遊びに来ていただければなと思います、はい、これは予約などは必要なくもうフラット遊びに行ってそうですね,ですねただあの米マ大会だけですねトーナメント戦だけはその日来ていただいて12時半から受付をスタートしますので、うん、まあそれで受付していただいて、うん、で1時から大会スタートというような感じになりますんで、うん、それは今日もそうですね明日もーーゴマにね トーナメント戦に出たい方、十二時半から受け付けさだそうでございますよ。はい,はい。もうゴールデンウィークも後半、はい、最後のね、ねお父さんお母さんの頑張りどころ連れて来 <laughs> みたいな。<laughs> いやでもほらね、もういろいろエンターテインしてると思うので、<laughs> うん、はいぜひ楽しんでみてください。ねはい、ということで今日ご紹介しました子どもの日イベント本日五月四日土曜日そして明日日曜日午前十時から午後三時三十分小金井公園にあります江戸東京建物や で開催しています小学生以下のお子様及び都内在住在学の中学生は入園無料です。詳しくは江戸東京建物園の公式サイトをご覧ください。はい、今日は江戸東京建物園の阿部幸宏さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。うどうもありがとうございました。